ちゃお、土曜日はめっちゃお寝坊、あっちゃんです。はい、で朝ごはん作っていきましょう。はい、パン食べようと思ったらパンなかった。昨日夜ね、子供が食べたらしくてなかった。だから今ね、セブン買いに行ってきたんよ。で、朝食じゃなくね、セブンブレッド、まあなかったんこの時間ね。ね、6枚切りしかなかったから6枚切り買ってきて、じゃあ6枚切りあんまり好きじゃないねんけどさ、だから6枚切りちょっと足らんしな。とりあえず2枚使おうかな、多いかな。まだ多かったら誰か子供に半分食べてもらってもいいし、まあちょっと2枚を使ってサンドイッチっぽいものでも作りましょうか。はい、よいしょ。まあ何でもいいや、適当にちょっとほんのり焼いていきます。はい、焼けました。ね、パンの上にね、この前のね、鶏天を冷凍してあったんで、それをチンして、で乗っけて焼きました。で反対側はチーズ、とろけるチーズ乗せて焼けた。でここにね、ケチャップ、落ちてた出してどこ行ったかな思ったら、ケチャップを軽く乗せて、でレタス、あ落ちた、レタスを乗せて、レタスの上からマヨ、はい、で上からチーズのパンを乗せて完成です。でこれをトマトも乗せよかったな。トマト乗せようか。トマトの方変えて、包丁落としてしまった。よっ。はい。しょ。はい、適当に作ったサンドイッチ、鶏天のサンドイッチができました。では食べましょう。はい、できました。適当に作ったサンドイッチで食べましょう。鶏天のサンドイッチ、鶏天のフレッシュサンドイッチか、何でもいいや名前ね。はい、では食べていきましょう。はい、食べましょう。今日ね、子供はね、あれ、納豆と、あれと酒とか、お弁当に作ってあった常備菜、あれ使って朝食べて、ね、酒と海苔と、納豆と、あれ、ヒカルはジャコの佃煮も一緒に食べてね、そんな感じで食べて、なっちゃんそれ作って食べさせてる間にパン買いに行ってきてセブンまで、うん、で作りました。はい、食べましょう、うん、だからそこそこ目は覚めております、うん、じゃあ食べます。いただきます。うんうん、うん、おいしい。6枚1枚とちょっと足らんねん、6枚2枚食べるとちょっと多いかな。でも
お昼少なめにしてもいいしね。食べられへんの残してもいいし。うん。美味しいね。たまにこういうのもいいね。うん。今日ね、ライブして、一曲ね、終わって、何してた。もう、あの後、風呂も入って終わってたから寝たんで、ね、眠くなって。何もほとんどしてないね。で、朝ね、朝ドラの時間、いつもやったら、お弁当の時間に一回目覚めて、で、二度寝して、で、朝ドラの時間に起きて朝ドラ見んねんけど、今日ガチ寝してしもて、起きたんがね、9時半。で、9時半に起きてんけど、ぼーっとしてて。で、ぼーっと虹色神社見とったんや。で、終わって、さあ朝ごはん食べましょうと思ったらパンがなかった。で、動画回しかけてんけど、パンなかったから、な、まあええわと思って、買いに行ってきたんね。で、その前に子供の先ご飯、もう作って。同時進行で作っていこうもとって。で、パン、親子かな、またパンない。とりあえず子供の作ろうもで作って、食べさせたちゃんどうしようかな。でもご飯のね、やっぱりレンチンしたご飯の匂い嗅いだ瞬間にやっぱ無理かなと思って。ね、昼とか夜やったらね、ご飯の匂い嗅いだら、なんかこう食欲湧いてくるのに、朝はダメやね。だから、子供になるご飯食べさせて。みんな行ったら、多分まで行ってきて。うん、朝食なかったよ。ごま入りなかったよ。まあいいわと思って。まあね、ライブもね、まあ、そんなにアンチも来ず、穏やかで楽しいライブできて、ね。まあ、ライブいいね。ダビーさんにコスプレライブしたけど楽しかったわ。今日は朝から動画見てないから、パソコン立ち上げて。立ち上がったわ、立ち上がって、まあ見てね。まあでも、じゃあ朝のコメントもチェックしなあかんし。朝ってもう今ね、10時半やん。なんか、キンキキッズのやつやってんねん。これ毎週結構見てんねん。キンキキッズのブンブンブンってやつ。今日はね、ももクロと一緒に焼きたてパン食べに行ったね。美味しそうやわ。6枚でおかずを増やしたいんかな。でも、母ちゃんパンだけやんか。6枚2枚にしたらちょっと多い。でも、4分の1の、4で、4つに切った4分の2、ちょっと半分、食べてんけど、もうちょっと欲しいね。で、3個目で多分これもうお腹いっぱいになりそうな気がするねんな。子供にあげようかな。
ね、うん、朝からセブン行ってきて、ね、なんかすっきり目は覚めたような、ね、シャツももうこれ昨日ね、夕方、あられちゃんの洋服、あのシャツ汚しちゃって、だから着替えたね、これに。で、昨日夕方からしか着てないから、まあいいかと思って、まだこれ着てんねんけど。シャツもね、あんまり洗うとよ、傷んじゃうし、うん、洗わへんだってね。やっぱりその汗とか染みてたイエーイしてもね、まあ、まあでも今日一日でも今日半日ぐらい、うん、しいいかと思って、アレクサ行きましょうか。アレクサ、アレクサ、明日は何の日？6月10日は時の記念日です。671年の旧暦4月25日、新暦6月10日に牢獄と証拠によって初めて時を知らせたという日本書紀の記事に基づいて1920年に制定されました。牢獄とは水時計のことで、水を入れた容器から一定の速度で水を落として、その水面の高さから時刻を測る時計です。ね、牢獄どっかにあんねん。どこやったっけな、蘇我一族の屋敷あってたかな、どっかに牢獄再現されてんね。どっかの博物館忘れた、見てて前に出て牢獄があって、で見に行きたいなと思ってて、どっかね、アスカのアスカかカシャラかどっかの博物館か歴史記念館かにあんね、復元されてんね。また調べて行ってきます、ね、奈良アスカ時代なのか奈良時代なのかの、奈良で生まれた時、日本でみんな結構時間に追われたり、なんだかんだ時間ってよく言うけど、その時間を刻んだのは、発祥は奈良県、あっちゃんの住む奈良県だね、うん、だからなんだかんだ言いながらね、こう日本の始まりは奈良県、うん、日本の始まりは宇田でねんけども、奈良県民はあんまりそういうプライド持ってないんだけど、でもやっぱりいいものっていうのはやっぱ誇っていかなあかんしね。奈良県民結構ね、あの自虐な県民やねん。結構うち奈良県には何もないんだよみたいな、うん、そんな感じの県民で、うん、奈良に美味しいもんないとか、奈良に何もない、楽しいとこないとか言うねんけどもね、実は誇れるものがいっぱいあんねんけどね、うん、なかなかね、そのなんていうのかな、ローマっ子と一緒でね、歴史が浅い、日本なんか言ってもなんだかんだ言っても日本なんて歴史浅いよね。だから外国、ローマなんかは紀元前何年からもうすごい文化が発展してたりとかっていうところ行くと歴史を学べるって言うけども、うん、ローマっ子って結構歴史のね、ほんまに世界遺産的なもの、紀元前何年前の建物とかが平気に街中にポンとあって、雨ざらしにされて何千年ってこう経ってきてんねんけどもね。それと一緒で奈良県もね、遺産とか資産がありすぎて、それが普通になってきて、子供の頃山登りして遊んでたところが実は結構有名な古墳やったとか、そんなことがあったりするんだけどね、うん、だからそんなこんなでね、歴史に親しみすぎて歴史のありがたみが分かってないのが奈良県やったりするんだけどね。あっちゃんもそのうちの一人です、うん、だからこれからね、やっぱ、まあ人生折り返しを過ぎると、いろんなね歴史を、ね、噛みしめながら楽しんでいくっていう楽しみ方もありやと思うね。今まではね、ほんまに今日は時の記念日、今日この動画がある今日はね、時の記念日、時を刻んだ日っていうのにちなんでじゃないけど、時間に追われてバタバタ生きてきたこの人生もね、折り返しを過ぎると今度は人生なんていうのかな、下り坂ってよく言うけどね、下り坂の人生を楽しみながら、うん、今までのね、先人の歴史をかみしめながら生きていくっていうのもね、ありやと思うね。まあ、そのね、思うと奈良に生まれてよかったなと。で、奈良に生まれてよかっただけじゃなく、
日本なんて言ったら狭い島国やねんからね、ある意味端から端まで飛行機で移動しても1時間2時間ぐらいで移動できんねんからね。奈良なんてあっちゅう間に来れるから、北海道の端からでも沖縄の端からでも奈良なんて、ね、飛行機と、ね、こう電車とか使ったら2時間もあれば来れる、うん、多分ね、うん、まあそんな、ところに、ね、日本のルーツをつかさどる歴史があるんやから、ぜひみんなに来てほしいと思って、だからあっちゃんは残った人生は奈良の魅力をみんなに伝えていくっていう活動もしていきたいなと思ってね、うん、まあちょっとね最近そういうので奈良観光大使っていうのもね、そんな意識してやったんちゃうね、無意識にやっててんけど、うん、そういう生き方をするっていうのはありやなと思って、うん、そんなこんなであっちゃんねるね、これからもね奈良の歴史、奈良の魅力をみんなに伝えていきます。であっちゃんの動画見て、あ奈良気になるなとか、あ一回奈良行ってみたいなって、奈良の歴史を味わってみたいなって、いや日本の歴史を味わいたいなって思ってくれた人はぜひ奈良来てください、うん、でね、あっちゃんはそんな感じで奈良のね文化を広める活動をしていきたいなと思ってんね、うん、ちょっとそれがあっちゃんの、楽しみの一つになればなと思って、一つ新しい楽しみができました。2018年、あっちゃんは改革の年というか、うん、なんか何かしらいろんなことをしていく年、あっちゃん自分の中で思ってんね。2018年というのは人生折り返しの地点の年やねんね、実はあっちゃんは。ちょっと年齢分かってまうけど。人生100年、ね、真ん中で折り返し、頂上が今年やねんね。うん、まだやで。頂上が見えかかっとるけど、まだ登っとる途中やで。バレてまうっていう。うん、まあそんなね。人生であったり、信長がね言った言葉、人生50年、うん、ってことは一回人生終わんないから、次新しい人生を迎えてもいい年やね。ということでね、新たな一歩を踏み出すのが今年だっちゃん思ってるんで、こんなあっちゃん、いろんなことやっていくんで、ね、ついてきてくれたら嬉しいです。はい、ということで時を刻んだ、時の記念日ということで、奈良にね牢獄があるんで、ぜひ見に来てください。あっちゃんまだ行ったことないので行ってきます。はい、でね、時を刻む、今は時間に追われたり、時計つけたり、スマホで時間見た、あと時っていうね、時間っていう感覚をね刻んで、みんなでこうね、なんていうの、時間に正確になる、日本人って世界有数のね時間に正確な国民やねんけどもね、あっちゃんはちょっとルーズやけども、うん、でもそういうのもね誇れる人種やねんからね、うん、だからその時を刻んだ今日っていうの、時間の大切さをね分かって、ね、今日は偶然日曜日、6月10日日曜日になるからね、時間のありがたさを分かって、あえて時間を 無視してゆっくり過ごすっていうのもあっちゃんいいと思うね。そうやって、ね、平日ウィークデーの時間に追われる人生を、楽しむっていう感覚を覚えてもらって、で土日は時間を忘れて時計を外す、あっちゃんも土日は時計外す、今まで毎日時計つけとってね、時計を外す、もう今生きてる時も時計外してんだけども、生きてるって普段も時計外してんだけど、生活してる時も時を忘れるっていうのを徹底しててね、だからね休みの日は時計を外す、で時計を見ない、時間を気にしない、だから体内時計とか、ね、視覚、暗くなってきた、お腹が減ってきた、うん、ある程度それぐらいの時間かなって生きていく、時間を気にせず生きるっていう、日曜日の夜、ちびまる子ちゃん、サザエさんを見て、あ日曜日の夜夕方6時そろそろせね、何ていうかな、普段の時間に戻さなあかんなと思って時間を戻すっていうのがあっちゃんの生き方やねんけども、そういうね緩い生き方ってやっていくとメリハリがついてね、いいと思うねんね。またそんな感じで時間を忘れて、全力で他のことに楽しむっていう生き方ありやと思うんで、よかったらやってみてください。だから奈良に遊びに来て、で1日2日回りきれへんよもちろん、もう1日2日休みの日に奈良に来て、時計を外して、で、大いに楽しむ、暗くなってきたら、あ帰る時間だなと思って帰る、そんな一回ね、奈良を観光してみませんか。よかったら奈良へ来てください。はい、ということで、今日のあっちゃんの朝ごはん、パンがなかったからセブンに買ってきて、6枚切りを2枚使った、鶏天のチーズフレッシュサンド、はい、食べてみました。一切れ余っちゃいました。はい、ということで、もうお腹いっぱいです。ごちそうさま。
なんかね、8枚切りとかやったらええねんけどね、すみません、そんなもないしね、6枚切りがしか売ってない。で、1枚やったら物足らんっていうんで、こんな感じで食べました。はい。こんなあっちゃんの朝ごはんと、時の記念日のゆるい過ごし方、よかったよと思ってくれたら、高評価を。で、ね、あと、応援コメントとか、あとチャンネル登録とかして見てくれたら嬉しいです。では、ね、YouTube の中で生きていくあっちゃん、これからもよろしくお願いします。では、またね。バイバイ。